皆さんこんにちは。今日は権利関係の第11回目の、授業ですね。テキストの方は292ページ、テキストは292ページ、使用貸借契約ですよね。はい。今日はですね、ものすごく晴れております。で、花粉がいっぱい飛んでるようで、授業中ですね、つるっと鼻が出そうになったらですね、ちょっとこうさせていただきますので、申し訳ありません。はい。では、テキスト292ページの使用貸借契約、使用貸借契約のところを開いてくださいね。はい。使用貸借契約とは、ただで、無料で、人のものを借りて使わせてもらう契約ですね。賃料をお金を払って、人のものを借りて使わせてもらう契約は賃貸借契約ですよね。はい。賃貸借契約は有料、賃料を払わなきゃいけない。無料が使用貸借契約ですね。これはまず決定的な違いですよね。はい。それから次に、賃貸借契約も売買契約も落成契約です。落成契約の文字はテキスト292ページの覚えるのところの丸の一番に、丸の一番の文章の一番最後が落成契約ではないって書いてありますよね。はい。売買契約も賃貸借契約も口約束だけで効力が生じるんです。このように口約束だけで契約の効力が発生する契約のことを落成契約っていうんですよね。はい。ところが質権設定契約やそれから使用貸借契約は口約束だけではダメなんです。目的物を借主に引き渡しをすることによって初めて契約の効力が発生するんですね。このように物の引き渡しをすることによって初めて契約の効力が発生する、そういう契約を要物契約、要物契約っていうんですね。物を要する契約です。はい。ではテキスト292ページの覚える、はい、そこ線を引っ張っていきましょうね。はい。使用貸借契約とは無償無料で人のものを借りて使わせてもらう契約である。借り主が目的物を受け取って初めて効力が発生する要物契約、物を要する契約ですね。落成契約ではない。はい。次、丸に、借り主が死亡しても相続人には権利は引き継がれません。はい。使用貸借契約における借りる人の権利、を使用借権、って言います。使用貸借契約の使用と、それから借権というのは借りる権利ですよね。使用借権って言います。で、賃貸借契約における借りる人の賃借人の権利を賃借権、って言いますよね。はい。そこで賃借人が死亡した場合には賃借権は相続人に引き継がれますが、使用貸借契約における使用借権は借りている人が死亡した場合、その使用借権は相続人には相続されません、移転しません。はい。これも大きな賃貸借契約との違いですよね。はい。では、テキスト292ページの覚えるのところの丸に線を引っ張ってくださいね。借り主が死亡しても相続人には、権利義務は引き継がれません。賃借権は、使用借権は引き継がれませんね。はい。それから次、293ページ、はい、上から4行目線引っ張りましょうね。賃貸借契約の場合は賃借人が死亡すると
相続人は賃借権を相続するんですよね。これ大きな違いですよね。はい、では次に、はい、それから賃貸借契約とそれから使用貸借契約、この違いをですねしっかりと押さえていきましょうね。はい、建物の賃貸借契約をした場合、建物の賃貸借契約をした場合に、例えばアパートを借りました、アパートの賃貸借契約をしました、はい、雨漏りしてきました、換気扇が壊れました、はい、修理義務は誰が原則負いますか、借り主ですか、借家人ですか、それとも家主、賃貸人ですか、賃貸人ですよね。はい、賃貸借契約においては修理義務は賃貸人が原則負うわけです。そこで間に合わないので早く直さなきゃいけないということで、建物の賃借人が自分で修理をした、この修理費用のことを必要費、必要費と言いますよね。絶対に必要なものだから必要費ですよね。で、賃借人が必要費を出した場合には直ちに賃貸人に償還請求をすることができるわけですよね。直ちに返してくれと請求をすることができるわけですよね。はい、ところがですね、使用貸借契約の場合にはですね、借主は、通常の必要費を負担することになってるんです。ただだからですよね。はい、ではテキストの293ページの丸2の括弧の1番ですよね。はい、借用物の費用は誰が負担するかっていう問題ですよね。はい、ではそこを読んでいきましょう。最初は読んだけにしておきましょうね。使用貸借契約により、建物を無償で借りている者がその建物を修理したときは貸主に請求することはできません。すなわちから線を引っ張りましょうね。はい、赤い文字で書いてあるところから線を引っ張りましょうね。借主は借用物の通常の必要費を負担することになっています。これも賃貸借契約との大きな違いですよね。はい、賃貸借契約の場合には賃貸人が修理義務を必要費を出さなきゃいけない。で、使用貸借契約の場合には借主が自分で必要費を出すと負担するということになるわけですよね。はい、では次に、まあ、以上、一問一答式の問題集落学宅建一問一答の284ページの問いの9やっておいてくださいね。それから288ページのところにですね、テキストの288ページのところに賃貸借のことが書いてありましたから、また復習をしておいてくださいね。はい、では次に丸3です。テキスト293ページの丸3、借主の使用収益権ですよね。はい、ではそこのケースの2のところの図を見てくださいね。はい、A は建物の所有者、 A は建物の所有者ですよね。そこで AB 間で使用貸借契約をしたんです。使用貸借契約をしたんですね。で、使用貸借契約をするには持ち主 A は B にこの建物の引き渡しをすることによって契約の効力が発生するわけですよね。はい、そこで使用借権者借主 B がこの家に住み込んだわけですね。引き渡しを受けて住み込んだわけですね。で、その後ですね、建物の所有者 A が C に建物を売却して移転登記した。はい、この場合借主 B は新所有者 C に対し使用借権を対抗主張することができるか。できません。できないんです。はい、建物の賃貸借契約の場合には
賃借人 B が引き渡しを受けた場合には、その後建物が売却されても新家主に対し賃借権を対抗主張できます。でもただで借りる使用貸借契約の場合には、たとえ引き渡しがあっても、たとえ引き渡しがあってもですね、使用借権者に対して引き渡しがあっても、その後建物が売却されたら新家主から出ていけって言われたら出ていかなきゃいけないことになるわけですよね。これも大きな違いですよね。はい、ではテキスト294ページ、テキスト294ページ、はい、では上から3行目線を引っ張っていきましょうね。建物の賃貸借の場合には、賃借人が引き渡しを得ていたり賃借権の登記を得ていると、その後建物は第三者に売却されても第三者に対抗することができるわけですよね。これも大きな違いなんですよね。で、ちなみに使用借権の登記はできません。使用借権の登記は登記法上認めていません。土地建物の賃借権の登記は認めています。はい、まあ、このようにですね、大きな違いがありますから、賃貸借契約と使用貸借契約、違いをしっかりと押さえていきましょうね。はい、では次にテキスト295ページ、テキスト295ページ、請負契約を見ていきましょうね。物を作って完成してもらう契約、これを請負契約と言いますよね。はい、例えば大工さんにお願いをして住宅を作ってもらうというように、物を作って完成してもらう契約、これを請負契約と言いますよね。そしてその仕事の結果、出来上がったものに対して報酬を払うわけです。仕事の結果を出さないとダメなんです。仕事の結果が出ていない場合には報酬を払う必要はないんです。はい、努力しましたけれども結果は出ませんでしたっていうんでは、これは報酬を払う必要がないわけですよね。これが請負契約の厳しいところなんですよね。仕事の結果に対して報酬を払うんですよね。はい、ではテキスト295ページ、はい、ではそこの括弧の一番読んでいきましょうね。大工さんにお願いして家を作ってもらうとか、デザインの良いスーツを作ってもらうというように、請負契約とは注文に応じて仕事を完成する契約ですよね。はい、仕事を完成する契約です。で、依頼者を注文者で、仕事を完成する人を請負人、はい、請負人、注文者、これしっかりと押さえてくださいね。で、そこで括弧の2、注文者の義務は報酬支払い義務ですよね。で、次括弧の3、請負人の義務というのは、まず仕事を完成して結果を出して、そしてそれを引き渡しをするということになるわけですよね。はい、そこで仕事の完成と、それから注文者の報酬の支払い、これは同時履行の関係には立たないんですね。はい、報酬払ってくれないんだったら仕事完成させませんよっては言えないんです。違います。まず仕事の完成が先なんです。で、仕事を完成したら次、今度は注文者に引き渡しをしますよね。この引き渡しをするときは、報酬の支払いと引き渡しは同時履行の関係に立つんです。報酬払ってくれないんだったら引き渡ししませんよって言えます。はい、ところが報酬を払ってくれないんだったら仕事完成しませんよ、これは言えないんです。
微妙な違いですが押さえておいてくださいね。仕事の完成と報酬の支払いは同時履行の関係には立ちません。まず仕事の完成が先で、次仕事が完成したら受け入れは注文者に引き渡しをする。それから、注文者は報酬を払う。これは同時履行の関係に立つんです。報酬を払ってくれないんだったら引き渡ししませんよと言えるんです。ここをしっかりと押さえてくださいね。はい、ではテキスト295ページの一番下覚える線引っ張りましょうね。はい、完成と報酬の支払い、これは同時履行の関係に立ちません。ところが引き渡しと報酬の支払いは同時履行の関係に立つんですね。はい、では次に、はい、では次にテキスト296ページの真ん中覚えるですよね。で、一番上に括弧の4、受け入れ人の担保責任、受け入れ人の担保責任と書いてありますよね。はい、これはですね、何かというと仕事を完成させたけれども、その完成したものに欠陥があったっていう場合です。で、よく勘違いをするのはですね、欠陥があるっていうことは仕事を完成してないんじゃないかというふうに言っちゃいけません。一応見た目がですね、パッと見た目がもう一応出来上がったと、その一応見た目が出来上がったということを前提にして、よくよく見てみたら固まってたとか、ドアが開かないとか、床がですね少し傾いていて、卵を置いたらコロコロコロと転がっていくとか、一応見た目が出来上がったけれども欠陥があったっていう場合、こういう場合に受け入れ人は保証責任を負うんです。これを受け入れ人の担保責任って呼んでるわけですね。はい、まず直せって請求できます。直してくださいって、これを過失修補請求権って言いますね。はい、それから次に損害賠償請求をすることもできるんですね。損害賠償請求をすることもできるんですね。はい、そしてこんなもんもらっても仕方ないよという場合には、すなわち契約目的が達成できない場合には解除することもできるわけです。はい、ただし土地の工作物、すなわち土地の上に作る人工物、定型的には建物ですよね。はい、建物を注文し、その建物にどんなに重大な欠陥、契約目的が達成できないくらいの重大な欠陥があっても解除はできないっていうことになってるんです。はい、もう一回繰り返してみますよ。受け入れ契約をし、受け入れ人が一応仕事を完成しました。はい、ところが欠陥があった。はい、この場合注文者は何ができるかというと、損害賠償請求や過失修補請求、直してくれっていう過失修補請求や、それから契約目的が達成できない場合には解除をすることもできるわけですよね。はい、例えば結婚式に出ていくためにかっこいいスーツを作ってもらった。で、ところが、完成したと思ったらですね、腕が短いと、片腕だけ短いと、これじゃかっこ悪くて着ていけないと。はい、こういうような場合にはですね、レンタル屋さんで2万円でスーツを借りてきたと、これは損害賠償として2万円請求できるわけですよね。で、なおかつ直せとも請求できるわけですよね。またはもうこんなもんもらっても仕方がないよって場合には解除もできるわけですよね。はい、ところが建物を注文した場合には解除はできないということになってるんです。損害賠償請求と、それから過失修補請求で満足をしなきゃいけないということになるわけですよね。はい、ではテキスト296ページの真ん中の覚えるというところの丸の一番
はい、そこを最後引っ張りながら読んでいきましょう。仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は受け入れ人に対し瑕疵修補請求、修理を請求する権利、損害賠償請求をすることができ、瑕疵が重大で契約目的が達成できないときは、契約を解除することができる。これを受け入れ人の担保責任っていうわけですよね。で、次。丸に、ただしっていうところを線引っ張っていきましょうね。ただし、仕事の目的物が建物の場合には、瑕疵がどんなに重大でも、仕事の完成後は解除することはできません。この場合は、直せという瑕疵修補請求や損害賠償請求、この2つで我慢をしなければなりませんね。はい。はい、以上ですね、洛学宅建一問一答式の294ページの問いの5をやっておいてくださいね。はい、では次にテキスト299ページ、テキスト299ページ。はい、委任契約ですね。一言で言うならば、事務処理委託契約、事務処理をお願いする契約、事務処理委託契約、これを委任契約と言いますね。で、お願いする人を委任者、引き受ける方を受任者と言いますね。はい。で、民法の条文にはどのように書いてあるかというと、委任契約とはどんなふうに書いてあるかというと、はい、ではテキスト299ページ、括弧の1、テキスト299ページの括弧の1、委任契約とはと書いてありますな。ではそこ、線を引っ張っていきましょう。委任とは、法律行為、契約をすることを相手方に委託、依頼をすることを言う。まあ、こんなふうに書いてあるわけですよね。はい。例えば、私の代わりに売買契約してきて、私の代わりに賃貸借契約してきてと。法律行為の委託をすることを委任契約と言ってるわけですね。ところが、民法はですね、もう一つ書いてあるんです。法律行為ではない事務の委託にも、委任契約の条文を準用するというふうに書いてあるわけですね。準用っていうのは委任契約と同じではないけれども、同じように取り扱って同じように委任契約の条文を適用しますっていう意味ですね。準用ですね。はい。例えば結婚式で面白いスピーチをお願いしますねとか、庭の木をですね、かっこよく、デザインよく切ってくださいとかですね、これは法律行為の委託ではありませんね。このように法律行為の委託ではない場合でもですね、事務処理を促した場合には委任契約の規定を準用するというふうに民法には書いてあるわけですよね。これを準委任って言うんです。準委任って言うんです。で、結局、委任契約も準委任契約もひっくるめて言うならば、事務処理委託契約、事務処理委託契約が委任契約、準委任契約だというふうに言えるわけですよね。はい。では、テキストの同じページ299ページ下から7行目、下から7行目、準委任というものもある。はい。ではそこ線を引っ張っていきましょうね。準委任というのもある。委任に関する民法の条文は法律行為でない事務の委託にも準用されていますね。はい。で、結局、下から3行目読んでいきましょう。委任と準委任は
全く同一の処理がなされるため、この両者を区別する実益はありません。そこで委任とは広く事務処理をお願いする契約だというふうに考えればいいわけですよね。はい、では、次のページの300ページ、次のページの300ページを見てくださいね。はい、それから落学宅建一問一答式の落学宅建一問一答式の294ページの問いの6、問いの6やっておいてくださいね。はい、では300ページ、300ページ、全館注意義務、はい、上から2行目、全館注意義務と書いてありましたね。はい、委任契約は原則無報酬、原則無報酬なんです。でも特約をすれば報酬支払い義務が発生します。特約をしなかったら委任契約の場合、受任者は委任者に報酬請求できません。原則無報酬です。はい、では、そこの覚える300ページの覚える読んでいきましょう。受任者は委任が有償無償を問わず、委任の趣旨に従って善良な管理者の注意、まあこういう言い方をするわけですね。善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を、この善良な管理者の注意のことを短く全館注意義務、全館注意義務と言いますね。まあ簡単に言うならば、慎重に慎重にことを処理する義務です。慎重にやりなさいということですね。注意深く。で、この全館注意義務と相対する言葉があります。それは事故のためにすると同一の注意義務、事故のためにするのと同一の注意義務っていうんです。はい、ではそこの覚えるの下、覚えるの下読んでいきましょうね。全館注意義務とは慎重にことを処理する義務だ。全館注意義務の反対語は、これ線引っ張ってくださいね、事故のためにするのと同一の注意義務というんです。これはまあ要するに大雑把な注意義務ですよね。自分の部屋にある自分のものをですね、慎重に慎重に取り扱うってことはありますよね。壊れないように慎重に、自分のカップを持つとかですね、そんなことしませんよね。はい、これが大雑把な注意義務、すなわち事故のためにするのと同時の注意義務というわけですよね。はい、落学宅建一問一答式の294ページの問いの8をやっておいてくださいね。はい、そこでちょっと難しい内容を一言を言っておきますね。委任契約は法律行為をお願いする契約ですよね。私の代わりに売買契約してくださいとか、駅前の土地を買ってきてくださいとか、駅前のビルを借りてきてくださいとか、賃貸借契約や売買契約を委託する、お願いをする契約ですよね。これが委任契約でしたよね。はい、そこで委任契約をする場合に、その委任契約の目的を達成するために代理権限を与える場合と与えない場合とがあるんです。委任契約即代理権限を与えるんだっていうふうに断定しないでくださいね。確かに委任契約をする場合には代理権限を与えることが多いです。確かにその通りです。でも委任契約をしたら必ず代理権限を与えなきゃいけないっていう義務はないんです。はい、法律行為を委託し、そしてその目的を達成するために代理権限を与える場合と与えない場合とがあるっていうことをまず明確にしてくださいね。はい、そこで、はい、A はですね、 C さんの土地を買ってきてほしいと、 A は B に C さんの土地を欲しいんだと、買ってきてほしいんだと、すなわち A は B に土地の売買の委託をしたわけですよね。委任契約です。そこで代理権限を与える場合と与えない場合とがあるわけです。で、代理権限を与えました、この場合には受任者は代理人ですね。受任者は代理人となるわけですね。で、この場合には
代理権限を与えられた受任者は契約をする場合には本人の名前で契約をするわけです。すなわち私受任者こと代理人は本人 A のために土地の売買契約をしますよと、買い主は私じゃありませんよと、 A ですよと、委任者は買い主ですよっていうことになるわけですね。すなわち代理権限を与えた場合には委任者の名前で契約をするわけです。委任者の名前で A に成り代わって契約をすることになるわけですよね。ところが、はい、代理権限を与えない場合もあるわけです。はい、 A は B に対して C さんの駅前の土地を買ってきてくださいよと、お願いしますよと。でも A と C は昔から犬猿の仲でものすごい仲が悪い、会っただけで喧嘩、もし私が買うと言おうもんなら絶対にどんなことをしてでも売らないだろうと、だからあなたの名前で買ってきて、こういう場合は代理権限与えないわけですよね。代理権限与えない場合には受任者は自分の名前で、受任者の名前で契約をし、すなわち B が C から買うわけです。契約の当事者は BC です。 C 売り主、 B 買い主です。 A 関係ありません。先ほどのように代理権限を与える場合には委任者の名前で買うわけですよね。 A が買い主になるんです。 B が代金支払い義務を負うわけではありませんね。はい、そこで代理権限を与えない場合には受任者の名前で契約をすることになり、 B が買い主となるわけです。で、 B は権利を A に移転すればいいわけですよね、後から。はい、で、この場合 AB はですね、 A に向かって C さんにお金払ってくれよというふうに請求をすることもできるんですね。はい、このように代理権限を与える場合と与えない場合とがあり得ますよと。で、代理権限を与える場合には委任者の名前で契約をしますよと。で、代理権限を与えない場合には受任者の名前で契約をします。これは難しいですが、まあ、一応ですね、押さえておきましょうね。はい、ではテキスト301ページ、テキスト301ページ、はい、301ページの覚えるのところですよね。法律行為をすることを委託、委任する場合、委任者の名前で行う場合と受任者の名前で行う場合があるんですね。で、そこの覚えるのところの下に、星印2つ書いてありますよね。そこを一応枠で囲んで読んでいきましょうね。委任者の名前で契約をする場合、はい、これは代理となるわけですよね。委任者が本人で、受任者が代理人となるわけですよね。これは代理権限を与える場合ですよね。で、次、黒い星印、受任者の名前で契約をする場合ですね。これは代理権限を与えない場合ですよね。すなわち受任者は代理人ではない、受任者が契約の当事者になるわけですね。はい、まあここは難しいですが、しっかりと、押さえておきましょうね。一問一答式の問題集の落書き宅建一問一答式の問題集の296ページの問いの12をやっておいてくださいね。これは昔出た核問題です。はい、現在ですね、民法の大改正が行われていますよね。で、2月の10日に、法制審議会の民法部会で一応、まあ、改正案の要綱案というんですが、それが決定されましたね。で、これをですね、3月中、まあ、なんとか急いで作って、国会にですね、提出をするということになっているわけですね。はい、でその中で、まあ、委任契約や、それから受け入れ契約や、それから使用貸借契約ですね、若干の改正がなされているんです。はい、ただし試験には出ません。
では、試験には出ませんが、改正のところで問題となっているところから今年出る可能性はありますよね。はい、では、以上で、おしまいしたいと思います。